コンパートメント症候群、または筋区画症候群は、上肢、または下肢のコンパートメントの内圧上昇により、循環障害が起こり、筋や神経の機能障害が生じることを言う。上肢、下肢の筋、血管、神経は骨、筋膜、骨間膜に囲まれている。この構造をコンパートメントあるいは筋区画と呼ぶ。例えば課体には全部、 外側、進行部、麻後部の4つのコンパートメントが、前腕には、屈筋群、心筋群、頭側心筋群の3つのコンパートメントがある。何らかの原因で、コンパートメント内の圧力が高まると、コンパートメント内の血管が圧迫されて、循環障害が発生、筋や神経の機能障害が起きる。急性型と慢性型があり、急性型の場合は、筋や 神経の組織が壊死して重大な障害を残すことがある。スポーツでは慢性型のコンパートメント症候群が見られることがある。骨折、筋損傷、血管損傷などにより内出血あるいは不腫が発生するとコンパートメント内の圧力が上昇し循環不全が起こる。循環不全は不死を増強するため悪循環となり、 再動脈が閉塞すると、コンパートメント内の組織の素血が生じ、最悪の場合、絵師に至る。主な症状は、頭痛、主張、感覚障害、運動障害などで、筋を多動的に伸長させた時にも頭痛が発生する。素血の症状が現れたら、最終的な素血性絵師に至る前に、コンパートメント内の減圧と循環改善を図る。 処置を速やかに行わねばならない。末梢の素血の代表的な症状は、頭痛、蒼白、脈拍消失感覚異常、麻痺であるが、これらのうち脈拍消失は必ずしも認められない。これは、コンパートメントの内圧が上昇して、細動脈を閉塞しても、動脈本管の圧力より低いためである。 例えば、前腕のコンパートメント症候群が発生しても、コンパートメントの内圧が、頭骨動脈の内圧を上回らなければ、頭骨動脈の拍動は消失しない。素血の症状が現れた時は、次の処置を行う。一般的に、外傷が発生した場合は、ライス処置、すなわち、患部の安静、冷却、圧迫、居場を行うが、コンパートメント症候群においては、 圧迫と挙場は見合わせる。循環障害を助長させるからである。英語の頭文字をとって、素欠の語ピ p と呼ばれる。ありがとうございます。